高倉2高倉2は、京都市の南北の通りの一つ、平安系の高倉工事にあたる。北は丸田町通りから、南は十条通りに至る。途中、渡る西園により中断している。高倉湖線橋で大きくカーブしており、武田街道に接続している。以南は筋違いとなっている。通りの名前は、平安時代この通り沿いに、 藤原氏の別邸である高倉殿があったことに由来する。当時は沿道に貴族の邸宅が多く並んでおり、例えば三条高倉に邸宅を構えた、持ち人王は高倉宮と称された。しかし王人の乱以降通りは衰退し、戦国時代にはこの通りが下行における町の東源となっていた。その後、天正年間に、 豊臣秀吉の京都改造事業に伴って再開発される。かつては下田中寺通りまで通じていたが、1708年に御所が拡大したため、その煽りを受けて丸田町通り以北の区間が消滅した。消滅した町域にあった町屋は、鴨川東岸の二王門通へと移転させられたが、その際開かれた通りが、現在も新高倉通として現存している。 1523年から1673年にかけての一時期、頂き明字が沿道にあったため、頂き明字通とも呼ばれていた。現在は京都の中心部を走る生活道路である。通りは、富津三寺通、高辻通館のごく短い区間と七条通りから八条通りの区間を除いて一方通行であり、 五条通りから上地津山町通りおよび八条通り以南が南行き、それ以外が北行きとなっている。ありがとうございます。